おい、ゴンジドン、お前、親戚におめでたがあるから今日一日おしまいいただきますって言ったのはいいがな、こんなにおめえ遅く帰ってくるとは思わなかったよ。おめえが一人寝てと困らな、他の若い衆が急に忙しくなっちまって。どうも申し訳ございませんでした。早く帰ろうと思ったんですがね、この雨でございましたんでね、どうも手間取っちまいまして、申し訳ございませんでした。自分の部屋に戻ってきた権次が、嫌な接触をして思い出しただけで寒気がするが、気のせいかな、それともはばかり行きたくなったのかな。よし、立ち上がりますと言うとそのまんまはばかり、まあこういったような女郎屋の便所ですから、あんまりにやかなところにはないんで、廊下の外れ薄っ暗いところをひょいっと曲がった場所だ。商売が商売ですから三つこう並んでいる、その真ん中の一つ、取って手かけて開けようとした途端に中からお、こら、どうもすいません、失礼しました。それじゃあってんで一番手前の戸に手をかけた途端にこれはどうもすいません。おいなんか ご神道衆でございますか。どうも申し訳ございません、失礼いたしました。とって一番外れの接近に手をかけた途端に中からまた